何ぬそうじゃん何ぬあったね見たみんな何ぬどうしよう呼ばれなくなったら俺もう虹ヌーン絶対呼ばれませんみたいな嫌なんだけど これマジやばいよなこれめっちゃ面白くないこのプリクラほらこれ後から俺気づいたんだけどさ言われてビッグフレンドフォーエバーじゃなくてベストフレンドフォーエバーらしいよこれみんな知ってた？ビッグフレンドフォーエバーじゃないらしい。でかい友達永遠にになっちゃったよ。え、この右上はハートだからね、みんな。気づいてるでしょ、さすがに。右上のはハートだよ。あまりにも V だけど。ん、レテンじゃない、レテンじゃない。あの古文に出てくるやつじゃない。まあ、いやしまっとこ、大事に大事にしまっとこ。なんでウサギと猫なのって、え、なんか星るべに何がいいって聞いたら、あ、じゃあウサギでって言ってたからウサギにした。俺はわからん、なんでだっけ。深夜3時の俺に聞いて。なんかさ、わかる？あの、ガラケーの裏に貼られてそうだよね。ガラケーの裏に貼られてそうじゃない？どっちがプリクラやろうとしたのか気になる星るべだろ、どうせ。どうせ星るべだろ。あ、そうそう、電池パックのとこパカって開けるタイプのね。はい、仕事頑張って。いや、でも俺は何言うん、すげえ楽しかった。いや、実はさ俺さ、あれ、あんま最初の方ね、恥ずかしいんだけど、まあ最初の方からもうずっとオンマイクだったじゃん。でさ、俺マジ超寝起きだったから、朝、まあ、朝は嘘なんだけど、お昼からだったじゃん。で、結構寝起きだったのね、俺。そう、だから、最初こう、OBS の話とか、機材の話みたいなのチラッとしてるんだけど、その時の声俺低すぎてびっくりしたんだよね、後から見返した時。ベビーフェイスマジおすすめっすよみたいな。めちゃくちゃ声低いやん俺みたいな、あまりにもオフすぎないみたいな。ちょ、聞いてみて終わったら。マジで俺オフだから。いや、でもさ、思ったけどさ、スーパーチャットありがとう、これからの応援でありがとう、いただきます。ベルモンド先輩の声良すぎない？あまりにも、あまりにも良すぎない？おばんですの声が。あんまりお話ししたことなくて、マジでこう、なんだろうな、まあ、対面はしてないんだけど、ああいう感じで喋ったの初めましてだったから、ベルモンド先輩声良すぎだろ。そう、優しいし、俺たちのふざけに付き合ってくれるし、
低音かっこいいよな。いやまあないものねだりなのかもしんないけど、マジで低音の声かっこいいわ。お番です。すごい優しいツッコミだったね、うん、ね